どうもこんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7のクリア後をやっていきたいなと思います。ということでですね、ついにパート110ですかすごいよね。で、ついに裏ダンジョンということで、裏ボスですね。まあ、今回でいけるかちょっとわからないんですけど、まあまあまあ、ちょっと頑張っていってみたいなと思いますんでですね、まあ、職業は一番今とにかく宇宙ヒーローね。勇者宇宙ヒーローっつうんだね。で、プラチナハンドか。アイラがまあゴッドハンド、勇者。で、マリベルが賢者だね。で、行こうかなって。でですね、お金貯めてあれいろいろしてたじゃないですか。カジノでね。まあ、3時間ぐらいお金貯めて、まあ、ちょっと全部なくなってしまったんですが、まあ、レベルも結構上がったんですよ。で、今までね、あ、僕ね、僕が見てる、見たね、ネタバレのサイトは、裏ボスのところの名前がね、ハテナハテナって書いてなかったんですよ。書いてなかったんで、僕ね、ちょっと何なのかが、ちょっと今はそこはちょっと分かってない。階段がここにあるんだ。なんか、裏ダンジョンに違うんだ。そう、あともう一個あるの。分かってないことが一個あるんですよ。わかります？もう一個の石板、なんか石板じゃないわ、台座があるでしょ？あれなんなんっていうのがあれがですね、僕まだ分かってない。まあ、そこちょっと楽しみにね、まあ、ちょっとしてますけども、まあ、裏ボスが何なのかちょっとそこすごくね楽しみにしているんですが、まあ多分ね、レベルがまあさっきも言った通り上がったんですよ。結構50ぐらいでしょ。今までのドラクエの裏ボスだったら十分に倒せるかなっていうレベル、今までだね。なんだおたけびってどういうこと、全然倒れねえんだけど、全然なんなん、どうしたん、どうしたん、なんでこんなターンで時間かかったのこれなんでそんな時間かかってんの。普通に技とか効かないってことなのかな。だから逆に足払いをかけた。なんかだんだんなんかさ、なんか技をいろんな違うやつを使うようになってきたんだけど、ガボとか足をすくませたとか、ほら踊りとか、なんだろう、こういう時はあれなのかな、なんかこう AI が気使って何効かない。おお、760もあるのか。ここレベル上げスポットに効くいいのかな。待って、階段が今下にあったでしょ。ちょっと行ってない。わーった、いきなり。なんだ、力の種か。まあ、そろそろね、種使ってもいいんだけど、まあまあまだいいや。まあ今までのことを考えると倒せるとは思うんですよ、レベルの話ね。今までの感じだと。ただ問題が1個あるんですよ。もう分かってると思うんですけど、裏ボスイコールもう単性じゃないですか。まあ、先にエスタークもやったと思うんですけど、いや、なんだけどやったでしょ。だから単性のその15ターンとか今まであるじゃないですか。あったでしょ。10ターンはなかったから15ターンが全部で、覚えてないけど、それがいけんのかなっていう不安。だそこだけだよね。だからそれも単性は多分あると思うから、5も4、3から始まったんだっけ単性って。だからまあエスターこの間やったんだけど、それこもちょっと終わってないので、まあ、そこがちょっとどうなるかなっていう感じかなと。これ全部逃げてもいけんのかな。ちょっとさ、敵強くねそう、俺これの動画で裏ボスまでいけるんじゃねって思ったけど、もういきなりちょっと、あ、でも一本道った、一本道か。うわ、なんだここ、なんですか。あー、思い出した、待った、ちょっと待って、これあれだよね、一番最初の謎の神殿ってこのマップだとなかった。あ、結構ここどこだっけな、ジャンじゃねえわ、これあれじゃない、神様の神殿行く時のユバールの、うわー、ここどこだっけどっかあったよ、ここ宝箱なかったっけ、あったよね、宝箱あったよね確か。あ、ちょっと待ってちょっと一瞬落ちないか。あ、違う、おかしい、マップはなんか外がちょっと暗い感じになってくる、多分使い回しだから。確かこのダンジョンでさ、塔かなんかの上だったじゃん。空が青いぜ後ろのそこまでは変えなかったよねってやつか。これ最終ダンジョンだからなんかあんのかな。とにかくちょっとまあ最終ダンジョンでもしちょっと取り忘れがあったとしたら動画外でやります。とにかくこの動画で裏ボスが見たい。もうついにちょっと、もうパート110なんですね、すごい。いやー、これ
一番好きなドラクエなんですかとか、そういう質問って多分これ言うされること結構あるんだけど、そうじゃなくて一番やりごたえがあったあの RPG とかゲームって何ですかって言ったら多分ドラクエ7って言うかもしれない。ちょっと一番こんなにやったこと、まあなんかち、あ、OK、これだ、 OK、 いける。ただ宝箱が、宝箱があれなんかあったような気がするんだけどな。いけた、 OK、 OK、 OK。 いやここね、なんとなく覚えてた。え、どこだ、ここ、ここどこだっけ。いやーなんか思い、エビルバイブルバイブル出てきた。なんなんこれ、どこだっけこれ、え、これどこだっけ、忘れちった。あれこれ何だったっけな、どこだったっけな、ごめん全然覚え、いやなんとなく、いやこのエリアどこだったっけな、これどこだったっけ、モンスターパークだったっけ、まさかの、まさかのまさかの家がで、家の中っていうダンジョン、これはすごいな、笑っちまうな。さあ、チーターのメダル来た、よし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 。グリムチが来るんですよ。グリムチってあれなのかな、マリベル装備でするんだよね多分ね。相当、これどこだ、これダンジョンと言っていいんだろうか、なんもない、これこれだけ、まさかのあーん、違うわな、え、まさかのこういうダンジョンがあるの、崖の下のじいさんとかじゃん、あれ力だらけ見つけた、面白くね。あ、結構短いのかな、こういうのがいっぱいあるってことは。こっち、いやこれどこだったっけな、あれだ、思い出した思い出した、そうそう、コスタールのあそこのも、のそうだよね、あの洞窟のとこだよね。あ、結構早い、こいつ強いからちょっと逃げようぜ、これちょっと逃げよう、これむしろ、これこれちょっと、これよくわかんない、こいつなんかよくわかんない、 AI が気使って何も使ってないってことは、これなんかめんどくせえ的なんだってことはよくわかった。まあ、多分井戸の中からどこに行くんこれ、どこ、こんなタン、こんな、これだ、うわ来た、ゴ、ゴーレムーガだって、何これ、初めて見たんだけど、こんなやついた。 OK130 追加ダメ25、回してくり122、ゴーレムーガだって強いのかな、混乱した混乱した、ナイスナイスナイス、ゴーレムにゴーレムに石を落とすってどういうの、聞くんかい、それ聞くのか、岩石がゴーレムに聞くのか。115、我に返った、回復した、 OK、 回し蹴り17、98、強いね。いやちょっとあれからめんどくさい攻撃がないだけよかったね。タモ、でもタモってなんで、でもタモって噛むんだよちょっと、1035、お、すげえ。ちょっとあのめんどくさい、なんか変ないやらしい攻撃はしてこないけど、んーとね、ボス単体で言ったら今までで一番強いんじゃないかな。ここどこだ、火山か、宝箱、宝箱だけで、うわー、ドラゴンメタル、これこれ結局さ、なんで白目向いてんのこれこれなんなん、バグなん、もしかして、もしかしてだけど、白目の方がメスとか、あのちゃんとした目のやつがオスとかちょっとごめんなさい、これそういうのあんの、まさかの燃え盛る、あ、違う、待った、聞かなかった、聞かへんのかい、氷の方、どっちもいける口、どっちもいける口じゃん、おたけびあげた、これ何なんだろうね、これこれバグなんかな、ただまさかのオスとメスだったっていうあの裏話が、そういうなんか裏話見てないのあればあのコメントで誰か教えてくださいまさかな、それメスですよっていう、いやもうわかんない、あるかもしれないです、なんか設定で、いやなんか聞いたことあるんだ、ドラクエってなんかその後になんか小説とかなんかあったりして、あれどこ、なんだったかな、4だったかな、5だったかで、その後になんかこう、あー、あれはこうだったんだなみたいな後付けじゃないけど、なんかそういうのあったりするんでしょ、いやよくわかんないんだけど、まあ、ちょっと聞いたことあるんだよね、そういうの、そもしあればもしあれば、これはあとどれぐらいあんのかがわかん、あー、これ落ちたら、これどこだったっけな、ここ宝箱あったよね、いや違う、待った、早い早い、これ落ちれないよね、落ちていい、いや落ちて入り口だったら嫌だな
ごめんなさい。どっちかもいけるって感じ？あ、なんだろうこれ。どっちの方が正解なん？え？ちょっと待って。これどういうタグ？いやー、いいのか。そうか、オッケー。びっくりした。いきなりさ、柱浮いてるじゃん。柱浮いてんの。どういうことって思うじゃん。これどこだっけ？なんとかエンペラーじゃなくて、あの、時計のとこか。時計回りに回ったら、なんかありましたよってやつだよね。覚えてる。で、宝箱はないのかな？宝箱あった！ごめん！上にちょっと今、あったくす。おっと、ランガー。ただちょっと不安要素が一個あります。わかります？マリベルの、え、ごめん、いた。ごめんなさい。今、ちょっと待って。足打った。ごめん、今ガタガタって言った。ごめんなさい。マイク。マリベルの、ちょっと HP が低すぎる問題。ちょっと252は。252はどうよ。まあ今のところでも H、あのね、ほん、あの、賢者の石使いながらちょっと行こうかなと思ったんだけど、今んとこそんなにめんどくさい敵ないね。敵はちょっと、敵はなんかほら、即死の敵とかさ、眠らせるとかさ、ごたん、コスモサンドになった。ギガ、おー、来た！ここに来て、アイラちゃん覚醒でございますね。ギガスラッシュ来た。よし。あれ違う。あ、宝箱あった。これもう一個宝箱なかったっけ、ここ。なんだ？あ、賢者の石2個目だ！おっと、待ってよ。待て。待てい。誰だ？誰が持ってる？賢者の石か。さあ、誰かに持たせようか。賢者の石2個目来た。渡す。一応、アイラに渡しとこうか。ね。アイラに渡しときます。で、装備は、お茶の剣ね。悪魔の爪、モーニングスター、オッケー。あー、グリムチーナ欲しいな。使ってあげたいな。そこから行くのかな？オッケー。ここが入り口。あれ、どっちだ？これが入り口じゃん。これが入り口だったよね。強そうな気がする。よし、オッケー。あの、真空波が、あの、何、当たる敵ってなんかちょっと弱いイメージない？オッケー。それ、待って、下の移動のところと、あれ、このドアどこ？この入り口はこのドアだったと思うんだ。多分ここだったよね。ここは間違いないんだけど、あれ、これ時計の塔のとこだったよね、確かね。違った、間違った、ごめん。やばい。まあ、多分、レベル上がってるし、結構楽勝なのかなってちょっと思ったりするの。上げすぎちゃっ、ちょ、待って。あのさ、あの、ワープのとこ何？いや、もうラストダンジョンじゃ、裏ダンジョンじゃん。で、なんかえげつないのありそうな気しない？なんか。うわ、なんだこれ。これ絶対ツボックだろ？あ、違う。これなんだろう？ほら。え？あ、わあ、待って、この感じ絶対すごいのだと思う、俺。何？命の指輪か。命の指輪か、なんだよ。そうか、忘れた。そうだ。伝説の剣取ったんだもん。そうだよね、伝説の装備もう取ったんだよね。ないよね。一応ごめん。ちょっと確認させて。ここら辺なんかあったっちゃあった。オッケーだ、ないね。ごめんね。ごめんね。あ、なんか来た。ちょっとね。一応ね、なんか一応怖いじゃん。一応怖い。あともう一つありますから。あの、台座の下のやつ、あれ何なんだろう。あれ、ちょっとね、分かってないんで。まあ、裏ボスこれ終わってから、裏ボス倒してから、ちょっとそっち調べますんで。多分、石板だってもう分からんでしょ、だって。だってもう分かんない。そうだ、忘れた。石板だと、あれ、下の段、何個あったっけ？あと、いや、違う。3つか4つぐらいじゃ、あんのか、まだ。え、3つもあんの、まだ、これ。うわー、痛恨の一撃だ。これ、ダンジョンで一番めんどくさかったのは、あの、風のダンジョンだわ。あの、なんか、ほら、酔いそうなところ、あの、くるくる回るとこあるじゃん。俺、あそこが一番エグかったと思う。あいつ一番エグくなかったか？宝箱ある。オッケー、あ、ごめん、戻るわ。
オッケー、大丈夫だった。俺あいつが一番、あそこが一番エグかったと思ってるからね。あそこ一番エグかったよね。あれ半端なくなかった。だってあの会心の一撃みたいな出してくるやつ、痛恨の一撃だったっけ、あったじゃん。あれ一番やばくなかった。あそこのダンジョン一番やばかった。だからあれだもんね、あのなんだっけ、あの一回なんかあれやってる最中に時間結構来ちゃったからやめたじゃん。一回戻った、いや違う違う、一回新生活が戻ったじゃん。で前回のところに戻ろうとしたの、あれもね、戻ろうとして一番最初の敵があいつが出てきて、一回目であれだからね、あのパーティー半壊したからちょっとおマジかよとか自分で言うのもね、動画外だったけどね、ほんとおマジかよとかね。強いな強いな。ただね、あの僕結構レベル99ってやること多いんですよ、あの RPG では。5がちょっとねハグリに夢中でちょっとできてなかったんですけども、あれもちょっとやりたいなと思ってるんですし、ちょっと前回の動画でね分かったと思うんですけども、怒涛の羊がね、そう言いましたけども、まさかのレベル依存ってことだからいいよね。あ、どこだここ。あれ、これは知らねえな。あれ、ここどこだ？あ、上に行く。あ、わかんない。これちょっと。あ、これ忘れてるわ。デビル？なんだ？マスタッシュ？かっこいい。かっこいい。なんかガチャガチャのなんかに出てきそうじゃない？ガチャガチャのなんか、おもちゃに出てきそうじゃない？ちっちゃい人形みたいな。なんかデビルスマッシュ？かっこいい。かっこいいとと可愛らしさがあって。あの、杖はなんだろう？混乱している仲間を呼んだ。助けに来ないで、ね、助け、あ、なんだあいつ、カゴ入くないか。デミルスマッシュいいな、結構強いね。効かなかった。おっ、うおー、あ、こいつ強くないかなんかあれ今混乱してなかったけど、やばかった。イオナズンぐらい撃ってきそうな勢いだったね。こっちでいいのか。あれ、ここどこだったっけな。わ、懐かしさもあるんだけど、これあれだったっけな、あれだったっけな、魔法かなんか、いや覚えてねえな。なんか覚えてる、覚えてる、なんとなく覚えてるんだね。滝かなんか行った時のあれじゃなかったっけな、ここのダンジョン。なんか滝かなんかから取ってこいみたいな、そんな感じのとこだったような。83、目玉にダンスこなした。もう結構目玉にダンスすごいね。83、真空波食らう食らう食らう、効かないのか、効かんのか、あいつ。やばい、ちょっと MP が。でもね、レベル上がったからもそうなんだけど、ま、あのね、賢者だと MP 平気よ。うん。結構平気平気。安心できる。40、いや、ベホマーラ撃つんかい、お前が。ちょっと。なんなん、それ。やばい、あいつちょっとやばい。真空波。OK。やばい。目玉パンス。オッケー。ごめん、目玉パニダンスを噛んだわ。ちょっと待って。さっき2文字でさ、噛むからさ、あ、なんだっけ、あの、なんだっけ、動画あったじゃん、あの、カジノ。自分でびっくりしたわ、もう。コジノってよ。もう、マジビビったわ。もう動画ちょっとさすがにあのボツにしようかと思った。あそこカットしようかと思ったぐらいだ。もうちょっとマジで結構強いね君。オッケー、47、オッケー。1000超えんじゃないか。お、3630だって。あれ、メタルのやつがあれそれぐらいいったってこと。あ、なんかこういろんな、これあそこのダンジョンかななんて言いながらさ、こう、違うだろ、あれどこだとか言いながらやってるの楽しいよね。これはどこだ、どこだ、ここ。あー、あのあれだ、あのヒルドラ実況のとこだ。ヒルドラ、いや、これ絶対強いと思うこれ絶対強いと思う。なんか嫌な予感がした。ちょっとなんか俺の中でこれやべえぞっていうのが、なんかこっちね、そうそう、ヒルドラ実況のところで、こう、うわー来たー。オールファントム、名前切ってんじゃねえぞお前。ちょっと井戸魔人だろ、何がオールファントムじゃ。ちょっとこれいいよ、これね、これいいでしょ。何がホールファントムじゃ。本当に。色黒。真空波。128。わ、強え。24か。硬くなって体力が増えたかな、今までよりも。おたけびあげた。やめて。
平気だった平気だった平気だった、ナイス。何がフォールファントムじゃん。何をカッコつけとんねんお前、ほんと129112稲妻ギリ44 44 44 44、1530レベル上げどうだ、レベル上げだけ考えたらここの方がいいのかな、もしかして。うわー、宝箱発見、ごめん、もう一回ちょっと戻る、すいません、戻ります。なんか木がなんか右の左の方がパチ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 ってなってなかった、読み込み、うおー、びっくりした。こいつほんとメラゾーマみたいだよね、あのメラゾーマ、ゾーマみたい。あ、ちょっとゾーマをちょっといじった感じなんかな。さあ、宝箱あった、宝箱あった。なんで、ね、空っぽかい。なんでな、なんで。さあ来た。S か。仲間呼んだ。現れる。仕方ない。がどんどん合体して、そして、はい来た。メダルキングが来た。お叫びあげた。ナイス。ちょっと戦おう。ちょっと待って、ちょっとショック受けや。やめよ。魔人斬りで攻走。オッケー。効かない。オッケー、2ね、オッケー、待ってね、待ってね、これこのまま全員で寝れさせろにしていきますよ。特技で違いますね、いきましょう。魔人斬り、魔人斬り、魔人斬り、そして魔人斬りよ。いや、行こう。オッケー、ダメ、すくみ上がってる。ナイスからの、よーし、来たー、メタルキングチャー、やーい。3万3000か。でもこんだけもらってももうレベル上がらんのか。そんなもんですか。そんなも上がらないレベルですか。まあ高いっちゃ高いよね。いや、なんかわかんないけど、こいつ硬そうじゃん。なんか時間だけかかりそうじゃん。さあ、どこら、いや、エンカウントちょっと強くないですか、ここ。ちょっと強いよね、作戦。全員呪文使うんだね、オッケー。まあまあ、レベル上げにもなるかなと思うから。52119、いや硬いなあいつ。38、ちょっとグリムチョ欲しいかな。マリベルがちょっと、あ、そんなことなかった、あいつ大して強くなかったね。グリムチョ欲しいね、ちょっと。あと攻撃力みたいで、どんだけか。だって105だぜ。105の先には何があるんだろう。110まであることはなんとなくもう分かったんですよ。あのドラクエ11が110だったから、あれがレシピだったんですよ、メタキンのレシピで。おお、まさかのここに来てフォールファントムが。じいさんのところに、仕方ない、行ってこい。嬉しそうにじいさんのところで仕方ない、もうで嬉しそうに走っていくんだったらもう仕方ねえわ、もう。さあ、ここどこだ、え、ここどこだ。あ、短っ。あー、待った、これ敵出んのかな、鍵がかかってる。え、どこだ、ここ。あ、面白い、面白いけど敵出んのかな、これ。なんでファントム出てくんだお前。ちょっと、もうなんでお前が出てくんだここで。今はお前の出番じゃないだろ。仲間になったまでがオチがついたんだから、今は出てこなくていいんだよお前。あ、またこの中になんかあるのかな。お前はもう出てこなくていいんだよ。お前はもう、お前の話は終わったんだ、もう一回。やばい、避けられた。なんだよ、井戸に入ってるのにどうやってお前素早く避けれんだお前。どうやったら避けれんだお前。平気だった平気だった平気だった。わからん、どれぐらいであと終わんのかがちょっと予想できないよね。この段、ちょっと待って、この動画で、いや、落としていた、なんだ。あ、風神の盾、風神の盾って持ってなかったっけ。持ってたよね、風神の盾ってあるよね。大した伝説じゃないよね、多分。風神の盾は、まあいいや、まあ待って、入れる、入れた。何もない、何もない、何もないんかい、何もないんかい。そこはなん、あ、いけた、ここはいける。入れるとか入れないとか、うわ、来た。スライムの服を見つけた。あった。ってことは、あー、来た。よしよしよし。よし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 。あと3個。あと3個。よし、やった。いけんじゃね？つぼく買え。つぼく買え。
ごめん、もしかしたら今わかんない、あとどれぐらいの長さがちょっとあるかわからないんだよ。ちょっと1時間コースになったらさすがにちょっといけないな。ちょっとどこからカットをして次の動画に回ってしまうかもしれないんで、皆さんそこはごめんなさい。ズボックダブルかよ。ダブルってなくね？ダブルって今までなかった？ダブルはちょっといらなくねえか？シンク切り78。ツボック今日とか出せよじゃあ今まで見たこともないようなツボックを見せてくれよ。さあ敵が出ないから、まあ行くか。え、どこ行くんだろうこれ。上に行くんかな。まあ上に今行く、まあ普通ここ行けそうな気しない？なんだか行けそうな気がする。鍵がかかってる。どこだろう。ここからで行くとこっちなのかな。わあ土偶だ。逃げよし、オッケー。ちょっと待って、まあ、どうせまた来るから、探索するから。お、なんだ。あ、待った、これは。あった、わけのわからない文字が刻み込まれている。だって、あー、なんか終わり、あー、終わったけど、いや今思ったんだ、なんか一番最初のダンジョンだったじゃん、あの神殿が、神殿最だったじゃん、あそこって謎の神殿だから、最後だから最、なんか最初だから最後にしてるっていうこのユーモア、わかる、わかんないかなんかそんな感じから、お前誰だ、ついにここまでやってきたようじゃな。わしがお前たちが探した、神様探してない、お前神様なのか。え、神様ってこんなんじゃなくてもっとでかくて、なんかひげ生え、いやいや生えてるけど、ここまで来てそなたたちはすでに知っておろう。わしは戦い、そして敗れた。正確に言うと相打ちじゃったのかもしれんかな。だって相打ちだった。お、最後の戦いの前に未来への希望をそなたらに人間たちに託したの。神様出てきたよ。わしが滅びてもこのわしに代わって世界を取り戻してくれと。それがあの神殿じゃったというわけじゃよ。どの神殿ですか。そしてそなたたちは見事にそれをやり遂げていって、やり遂げたと言っていいじゃろう。俺さ、オルゴデミーラのなんかもっと違うやつかなってちょっと想像してたんだよ。正直。もはやわしのできる幕はない。そなたに未来はそなたたちが守れ。それが一番じゃよ。いや、生きてたんだったら出てきたよ。さあ、もう行くがいい。腕、わあ！裏ボス神様だったんだ。え、神様死んだと思ってた。このわしと戦ってみるかい。これが裏ボスなのか。言ってるか、わしは強いぞ。だってわしもあれから随分と鍛えてきたが、ドラゴンボールの世界みたいな感じのこと言うてるんですが、さあどこからでもええぞって全力でかかってくるのじゃ。青さんたち全開した。どっかのあれだ、あのパンツさんみたいな。うーわー、これが本当の神様じゃん。全然フォルム違うじゃん。さあ行こう。全員命令されよう。さあどれぐらいの、まあレベル結構俺高いからな、言ってもよし、オッケー、本気で行こう。いける。さあ本気を、俺の本気を見せてやる。くらえ、アルテマソード。これ間違いないね。で待って、回復でルカに入るかな。待って、いや、ちょっと待って、ダメージ何入れる。ギガスらしいもんねよし、どんだけダメージ入るか。ちょっと、いや、凍てつく波動来るかな。怖いんで作るんで、呪文で回復で、違う、回復じゃなくてフバー、何が来るのかな。さあ行こう。素早さはこっちの勝ちね、こっちの勝ちね。捨ててこだ。うわ、めんどくさい系かめんどくさい系のボスかこれ。腹を抱えて笑ってるとか言ってるんだけど、どれがダメージ入る。よっしゃ、ダメージ入るよ。あ、ダメージ入るね。アルティマソード、ギガスラッシュ。ちょっともう一回ぐらいちょっとスクリュート入れさせてください。で呪文でその他で何かな。あー、バイキルト欲しいね。バイキルトいらんか。またスカラ、ルカに入るか言ってみよう。いてつく波動か。波動バカか。それはまあいいや、波動バカだ。ダメとこ、ダメだ。いやだからそういうめんどくさい系なのか。しらっとしておいて笑うなよ。効かなかった、効かない系だわ。ダメだ、行こう、本気で行こう。攻撃だけやっていこう。
ただ勝てるだろ、それで。アルティマスソード、ギガスラッシュ。特技、ダメージで何がいいですか。アルティマスソード来たね。よっしゃ、アルティマスソード来た。で、回復、今のところでも回復するようなことないんだよね、正直。あ、怒涛の羊打ってみようか。今んとこないよね。これいけんじゃないか。あ、ダメだ、ダメだ。怒涛の羊って何系にダメだったんだっけ。植物系にはダメだったっけ。なんかなかったっけ。あ、いけんじゃね、これ。なんだこれ。うわー、自己スパだ。テリーさんのヒーローズ2の下、どんだけダメージくんの。うわー、うわー、ジゴスパ強え。なんだこれ。ちょっと待ってくれ。いやー、ジゴスパ強え。これをしのぐの、なんだろう、なんで今打ってきたんだろう。ちょっとある程度、あの、なんだっけ、変形はないけど、そのなんた、どある程度を、そのなんつうの、よし、オッケー。ある程度ダメージ入ったから発動したやつだよね、多分ね。間違いないね。あんな技通常、うーわー、なんだこれ。うーわー、いや笑ってられねえわ。受けてるじょ、いや、はあ、いや、ちょっと、もう、4? はぁ、これ何これ、バグってんのこれ。これま、これマジで、これバグったの今。いや、今まで腕の4本あったエスタークでさえあれだろうが、3回攻撃しかしてなかっただろう。何これ、5回攻撃ってバグじゃないの、バグじゃないのこれ。嘘でしょな。いやえぇ、5回うわ、しんどる、しんどる。あいつひどいわ、あいつひどいわ。死んだ途端にあれだわ。あの高いとこから落としやがった。まだまだじゃのうという優しさもないようなやつだぞ、あいつ。何あのボタン、オーバーキルすぎだろ、あいつ。おかしくないか。あれ何、あれ耐えなきゃいけないの。あれ耐えてもまたあの後に、また、はぁ、どうすりゃいいのこれ。ちょっと待って。もうちょっと待ってくれよ。5回攻撃ってなくないか。だってドラクエ4のなんか、エビルなんたかかんたかってあれ4本だったっけ、腕。4本だったっけ、6本まで上がったんだっけ、最後あれ。白くなって。あいつでもだって、多くて3回攻撃じゃないの、エスタークでも。4回攻撃ってなかったよ。あ、いたっけ。5回攻撃って何、あれ5回で終わんのかっていう話は、あれちょっと確実に殺しにかかってるでしょ、あれ。ちょっと待ってくれよ。神様がやることじゃ。さあ、ということで今回はこの辺で終わり。あれ勝てんの、なんなの、ちょっとよくわかんない。ワンチャンなんかやっちゃいけない攻撃とかあったのかな、なんかを攻撃するとなんかあんな、あの、死ぬまで攻撃してくるみたいな。ちょっと何つうの、レベル上げるを上げなきゃいけないの、ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければ、チャンネル登録、そして高評価の方もお願いします。それでは皆さん、バイバイ。